二人の夢はほんの無念の香料理やテクノボーだと怒鳴られながら腕に突っ込んだ百の味とはどうでもお前とならば同じ長さでまっすぐで今日から二人で上がりテーブル一つ六人座れるカウンターネタの仕込みは港の仲間いつもいいものを届きます今は風呂が楽しみでして橋にも棒にもなれないが女房のおかげで一年の押さえた橋は山の香りが無理ですが地元生まれが大の売りでどうかお引き今日からはお前働く夢明かり二人の